あ、皆様こんばんは、アデン K です。第3話、海と陸、そして川、命を守る行動を、銀河系の中でも太陽系にある地球に焦点を今回は当てていく。地球上には高低差があり、海があれば陸地もあり山もある。地表のおよそ7割が海で、陸地は残りの3割である。海洋は太平洋、大西洋、インド洋といった3つの大洋があり、これに北極海、南極海を加えて5大洋という。小さな海としては日本海、地中海等がある。陸地はユーラシア大陸、アフリカ大陸、オーストラリア大陸、南アメリカ大陸、北アメリカ大陸、南極大陸の6大陸があり、さらに多くの島々がある。一説によると、大陸はかつてパンゲアという巨大な大陸にまとまっていた。これが分裂し諸大陸になっていったとされている。世界は5つの海洋と6つの大陸で構成されているとも言われ、日本は海に囲まれた小さな島国として、世界に対していかんなくプレゼンスを発揮している。さて、少し話が変わるが、これからの時期、川遊びの計画を練られている方々が増えてきているのではないだろうか。近年では河川敷でのバーベキューやキャンプも流行っている。あなたの家の近くにもキャンプ用の道具を販売している量販店があるだろう。虫除けスプレーとともにライフジャケットも購入しただろうか。皆様への注意事項がある。5月に入ると河川での水難事故が多くなり始め、夏場は特に多くなる傾向が例年ある。ゴールデンウィークで河川に行く方はライフジャケットを着用したり、子供から目を離さないようにしたり、気をつけていただきたい。こちら亀有前派出所2巻1話、こちらは漫画だが、両津勘吉が東京と千葉の境にある江戸川の橋で車の事故が起きた直後、東京管轄外の千葉県側へ車を流そうとするシーンがある。現実にはそのようなことはないだろうが、まずは事故を起こさないようにする必要があるだろう。泳げない警察官もいるのだから。命を守る行動をよろしく。そしてこのアデン K チャンネル登録もよろしく。